映り込み系 YouTuber。 はいどうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルです。当チャンネルではネットで有名な人や知名度のあるものについて解説したり紹介していくチャンネルでございます。ということですね、今回はヘズマリュウヌを取り巻きとして2020年ちょっとだけ話題になった人物、映り込み系 YouTuber のユウカンさんという人物についてざっくりではありますが触れていこうかなと思います。2020年の前半、ヘズマリュウと一緒に行動していて、まあ規制を発していた男か女かわからない超ヤバそうな生物こと、まあユウカンさんという人物なんですが、この人実は2018年から YouTube 活動を行っていて、コレコレさんやヨリヒトさんなど様々な人物に取り上げられていて、一時期ちょっとね有名になっていた YouTuber でもあるんですよね。まあそういったね過去の経緯なども触れていきながら、ざっくりでありますがこのユウカンさんという人物について触れていこうかなと思います。2018年の9月より動画投稿を行ってる YouTuber の方で、まあジャンルはですね映り込み系 YouTuber というのを自称していて、テレビのインタビューなどに無理やり映り込んで、それでまあネットとかでね話題になって、そこでまあユウカンさんのことを知った人物をYouTube チャンネルに引き込んでいくって言ったね、まあ新手の炎上商法を確立させて2年前ぐらいちょっと有名になった YouTuber の方なんですけれども、この新手の炎上商法ですね、実は結構効果あって、初投稿動画っていうのは再生回数80万再生なんですね。まあ当時ねテレビニュースに映り込んでるやべえやつがいるって、まあ2チャンネルとか YouTube とかすごい話題になって、まあその効果もあってね80万再生もされてるんですね。ではですね、動画の高評価っていうのが1500なのに対し、バットが9万ついてるんですね。これある意味才能ですよね。一周回ってすげえなって思いますもんね。これテレビに映り込むって言った、まあ、今までとはねもう全く違うジャンルの炎上商法っていうのを確立していて、まあ、今までの炎上商法っていうのは、まあ、代表例で言いますと、その柴田さんとかよりひとさんタイプの、まあ、家の中でね動画撮影して、特定の人物の、まあ、時事ニュースだったりスキャンダルについてね触れたり物申していきながら、まあ、会議発言で人集めるっていうのが主流だったんですけれども、こういうねアクティブな炎上商法っていうのを確立したのは、まあ、YouTube でこの人が、まあ、初めてなんじゃないかなっていうぐらい実はすごい人なんですけれども、この人ねチャンネル登録者数は2万人とあんま伸びてないんですよね。これ理由があって、全然動画投稿してないんですよね。動画の投稿ペースっていうのがクソ雑魚で、2週間とか3週間に1本程度しか動画投稿してないんですよ。だから一時的にニュース番組などに出演して知名度は高まるものの、そっからね YouTube のチャンネルに人が流れ着かないっていうね、せっかく YouTube で炎上商法として成り立ってるのをなんか自らぶち壊しに行ってる、頭いいのか悪いのかなんか分かんない人なんですよね。多分やばいと思います。てかまあユウカンさん見てて思うんですけれども、 YouTube で炎上商法を確立してお金稼ごうっていうよりかは、ただね自分が目立ちたい、ネットでね叩かれようが注目を集めてチヤホヤされたいっていうタイプの YouTuber だと思うので、あんまりねお金とかには興味ないのかなって思います。せっかくこんなにねいい炎上商法思いついたのに全く活用しないってすげえもったいないなって思いますよね。はい、ということですね、今回は映り込み系 YouTuber のユウカンさんという人物について、まあざっくりではありますが触れていきました。まあこのようにですね、当チャンネルではネットで有名な人や知名度のあるものについて解説したり紹介していくチャンネルでございます。カッシーチャンネルでございます。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。最後までご清聴ありがとうございました。じゃあまた来てね、バイバイ。